ドリーム&ドリーマー。真剣な姿勢が味を決める仕事、調理師。世界三大料理の一つ、中華料理。その中でも一番人気と言われているのが四川料理。松山市内の百貨店に日本で四川料理の礎を築いたと言われる名店があります。そのお店で働くのが川原高等専修学校を卒業した岩崎さん。ネギのみじん切りだったり、まかないランチの時の、サラダシなどをしています。調理師になって2年目の岩崎さん、自分のことをあまり器用ではないと言いますが、ネギを切るその姿勢と表情は真剣そのもの。慣れた仕事でも手を抜くことなく常に全力で取り組みます。父親が、昔料理人をやっていて、その姿に憧れたからです。楽しいです。自分が憧れていたそんな姿に自分も今なっているなと思っているので誇らしいと思います。もう毎日もう岩崎くん来にもう一生懸命頑張ってくれて、一番はやる気、興味があるんやったらもうそれに向かって一生懸命頑張る。岩崎くんみたいな若い子がどん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 育ってくれれば、はい。時に失敗しながらも着実に成長している岩崎さん。そのスタートは川原学園在学時に遡ります。調味料の使い方や、鍋の振り方、包丁の研ぎ方など料理の基本とか川原で学んで、今の働いている店に貢献できるようになりました。岩崎さん、卒業式では成績を称えられ表彰もされているんですよ。中華をやりたいってもう彼はブレなかった。だから一生懸命包丁も使ってネギも切って、でそれが生かされるわけです。やっぱりそういう基礎がいかに大事かっていうのは学校の川原調理専門学校の強みでもあるし強さでもある、もう最大限のサポートするっていうのがこの川原調理専門学校の最大の魅力だと思います。まあ知らないことも多いんですけど、僕が一年になった時に、家族を呼んで、美味しいな、料理を食べてもらって美味しいなと、言ってくれることが夢です。川原調理専門学校ではご覧の日程でオープンキャンパスを開催します。ぜひご参加ください。